今回は、日産の NV200 バネットに乗りました。トール系小型商用版として登場した、この車ですが、3列シートのミニバンのグレードも用意されているほか、タクシー仕様もあるなど、様々な顔を持つ車です。イギリスのロンドンや、アメリカのニューヨークでは、NV200 がタクシーとして使用され、それぞれ高い評価を受けているようです。また、国内では、三菱自動車に OEM 供給され、デリカバンの名前で販売されているほか、アメリカではゼネラルモーターズに、インドではアショックレイランドにそれぞれ OEM 供給される、本当の意味で、たくさんの顔を持つ車です。個人的に、初めてこの車を目にしたとき、純粋に、かっこいいなと思った記憶があります。デザインの好みは、皆さんあるとは思いますが、少なくとも、何も考えずに作られたわけではないと思います。鋭い形状のヘッドライトに、丸みを帯びた先頭形状は、日本のそっけない商用車や、ヨーロッパのおしゃれ商用車にもない、独特の雰囲気を醸し出しています。横から見ると、窓やドアが、とてもユニークな形状をしています。実はこの、下に向かって切り込まれた、前側のサイドウィンドウによって、ドアミラーの位置が低くなっており、側面下側の視界は、大変に良くなっています。この部分の視界がとても悪い、ライトエースと比べると、パッと乗った時の安心感が、格段に違います。後ろから見ると、こちらは、フランスやドイツあたりの商用車を彷彿とさせるデザインです。観音開きのドアにしたら、もう、国産車には見えないだろうなと思います。タイヤは、ブリヂストンの V600 商用車向けのタイヤが装着されていました。ホイールは14インチで、ライトエースよりは、ほんの少しだけ、頼りになりそうなタイヤだなと感じます。内装を見ていきます。商用車ですので当然、内装にはあまりお金をかけられないですし、高級感を持たせても仕方ないです。内側の取っ手は、AD 版のものと同じ部品が使われており、それなりに簡素な作りだなと感じます。ハンドルも、いかにも商用車っぽい見た目ではありますが、インパネ周りは曲線が多用され、かなり複雑な形状をしています。ペダル類は普通の乗用車的で、タウンエースのように、心もとない感じではないです。シートはヘッドレスと、一体型ではありますが、それなりに厚みはあり、ホールド感もあります。このシートこそ、タウンエースとの、決定的な違いというか、差が出てくるところかなと思います。長い間運転していても、どこかが痛くなってくるということはなく、商用車としては、素晴らしい出来ではないかと思います。エアコンはマニュアル、セレクトレバーはストレートで、パーキングブレーキはハンドブレーキです。グローブボックスなどの、助手席ダッシュボード周りの収納関係は、蓋やカバーがついておらず、物を入れていても、落ちてきてしまわないかが心配です。さすがに、車検証など、常に車に入れておくべきものは、こういう感じでしまっておくことができます。後ろの席に乗ってみます。すべての座席に、可動式のヘッドレストがついており、今まで乗った商用車の中では、最もゴージャスな仕様と言えます。また、ほんの少しだけではありますが、背もたれの角度を調整することもできます。身長176センチメートルの私が座ると、膝周りには、かなり余裕が出てきますし、前の座席の下に、エンジンが詰め込まれていた、タウンエースと比べると、足元にも余裕があります。後ろの席の居住性は、タウンエースと比較するまでもなく良いですし、プロボックスや AD 版、ハイエースや、キャラバンの版と比べても、最も広々としています。しかも、座面は柔らかく、長い間の移動も楽にできそうです。貨物スペースは、こちらも当然広々としていますし、ボンネットにエンジンが詰め込まれているため、床の高さがライトエースよりも低いです。後部座席を収納すると、フロアの長さは183センチで、195.2センチの AD 版より短いです。単純に、長いだけのものを運ぶのなら、実は、一クラス下のモデルでも十分です。
ンは、直列4気筒の DOHC-1600cc の自然吸気で、最高出力109馬力、最大トルク 15.5 キロです。AD 版と同じエンジンですが、トルクの強化など、ほんの少しだけ仕様が異なっています。プロボックスよりも、非力なエンジンを積んだ、タウンエースと比べても、力強さはありそうです。このあたりの質感を商用車に求める人はあまりいないかなとは思いますが、それでもやはりライトエースよりも全体的な質感は高いと感じます。後編では MV200 バネットの走りや乗り心地を確かめていこうと思います。